ののチャンネル。今回は、YouTube にいただいたこのコメントをピックアップしたいと思います。はい、HK さん、外国人枠に変化を加える可能性はあるのでしょうか。はい、J リーグは現在外国人の登録がほぼ無制限、出場枠が5人ですが、欧州各国のリーグだと EU のため経済的に人の移動が制限されていない影響で、出場枠も EU 圏内だとほぼ無制限のリーグもあります。うんうん、J リーグ提携国がオーストラリア、スペインを除いて出場もほぼ無制限ですけども、この提携国制度は国際的にどういう評価になるのでしょうか。これからも積極的に提携国を増やして出場枠の実質拡大をする予定はありますか。 ACL も外国人枠が拡大しますが、これは J リーグにも反映されるのでしょうか。また AFC とは外国人登録出場についてどんな話し合いをしているのでしょうか、というコメントをいただきました。 AFC とは特にそれは多分することじゃないのかもしれないね。あんまりそこと話をするって感じは ないかな。でも AFC がその決めているルールの中で ACL を戦わなきゃいけないって考えた時に、やっぱそのルールに準ずるみたいなところは、まあ、必要だろうなとは思う。でもこれどこの国も悩んでるというか、ね、ヨーロッパはもう獲得無制限だけど、その自国の選手とか自国で育った選手は何人いなきゃいけないみたいなルールじゃない、はい、でまあ、一方で外国枠って外国人枠って言っても、まあ、EU は外国人枠じゃないから3人までみたいなところが4大リーグ5大リーグだと2つぐらいあったかな。うん、そのハードルは相当高いから日本人選手がなかなかいけないみたいなところは、まあ、あるけど、自国の選手をどう守るかと自国の選手のレベルをどうやったら上げていけるかみたいなところのバランスだよね。レベルを上げるためには多様な選手、多様なタイプの選手、まあ、あの国籍も含めていろんな選手がいた方が俺は上がるかなと思う。でそれが今は5人だけど、例えば7人8人いるチームだったりすると、その選手たちのレベルがすごく高いとするなら、はい、なんとなくレベル上がりそうなって感じはするよね。まあ、それはまあ事実あるのかなとも思うけど、それでそのクラブのサポーターが果たして満足するのか、まあ、これはだからクラブがどういうクラブになりたいかっていうのとあるじゃない。誰も日本人選手いないっていうことで、圧倒的なエンタメとして売っていくっていうチームならいいけど、ある地域にホームタウンを置きながら日本人選手誰もいませんみたいな、だから難しいね。選手は選手で日本人選手の出場の機会が減るのは当然反対っていう意見も多く出るのはまあ容易に想像できるじゃない。でもそれじゃレベル上がんないよねっていう言い分も全然わかるじゃない。だからまあそこのバランスでどう取るかっていう感じなんじゃないかな。競争っていうのが一つキーワードだったと思うんですけど、これからの成長に、うん、外国籍選手枠増やすイコール競争は激化するってことですよね。チーム内では激化するよね。それがもしフリーにした場合、枠を11人、はいはい、外国人でもいいわけでしょ。それが J1 の10チームがそうなりましたって言ったら、日本人選手半分以下になるよね、きっと。そうですね。でもどうなんだろうな、 J リーグが世界の中で今どのぐらいの位置づけかっていう、その収入とかっていう部分も、まあ、結構影響するかなと思うけどね。例えばイングランドプレミアリーグは、まあ、ほぼほぼどっから来てもいいですよ、能力高い選手ならっていう感じじゃない。でじゃあイングランドの若手がトップの若手は、まあ、一部でプレミアリーグで出れるかもしれないけど、そうじゃない選手はむしろイングランド外に出ていくみたいな感じもあったりするじゃん。日本でそうなった場合じゃあどうなるのかなっていうのはまああったりするよね。では育成とトップカテゴリーのレベルを
どう高いものと見せていくかと、これはね、あのなかなか答えが出ない。なるほど。でも増やしても全然いいかなとは思う。いいかなと思うけど、さっきも言ったけど、そのクラブが何を目指したいかによると思うのね。増やせますよって言ったところで、いやいや俺らのチームはやっぱり今のクラブのスタンスからして、地元の若い選手と日本人を中心に作っていくんだ、それが今みんなが応援してくれる俺らのチームだっていうチームもあれば、もしかしたらそうじゃないところもあったりするかもしれない。枠が仮に拡大したら選手増えるんですかね、外国籍選手。やっぱりうまくその枠を活用するんですかね、チームって。まあそれもあれだよね、スカウト強化スタッフが優秀かどうかみたいなところもあるんじゃない。一昔前の外国籍選手は助っ人みたいな感覚で、はいはい、今のルールの中で5人までしか試合出れません、10人でもいいですよって言って10人をそんな感じで連れてきちゃうと、マネジメントめちゃめちゃ大変だよね。だけど、まあ、クラブによっては今もそうだけど、外国籍選手であっても、まあ、ある種育成していくためにもう取ってきてますみたいなクラブもあるから、まあ、要はそこで育てて他に売るとか、安い金額で取ってきて育てて活躍してもらうとか。だからまあただ枠増やしたらどうなるかは、まあ、やっぱクラブ力は結構問われちゃうところはあるかな。いいよね、でもね、増えた方が。増えてもいいかなとは思う。いや、増やしてそのサポーターも満足してマネジメントもできてクラブ全体としても価値が上がるっていうのあれば全くいいかなとは思うけど。確かにサポーターが満足するかどうかもありますよね、増えてほぼ外国籍選手になっちゃった時に。そこは絶対思うと思う。分かんないけど、俺クラブだったらそう思うかなと。なんかイングランドは多民族国家だから、11人全員仮に英国でイングランド人じゃなくなったとしてもそこまで抵抗なかったと思うんですけど、うん、それでも多少あったけど、でも日本ってまだそうじゃないですもんね、まだ。まあまあそうかもね。でもやってみないことにはね、そうですね、分かんなかったり、ちょっと分かんないですよね、これでも。するし、うん、だもっとアジアの提携国の選手が入りやすい今の仕組みは俺悪くないと思うのね、うん、で彼らがここに来てくれるように、レベルも上がってここに来てくれるようになれば、リーグ全体のアジアでの存在感ももっと出るはずだから。野野さんに伝えたいことや聞いてみたいこと、番組の感想などはハッシュタグ野野チャンネルをつけて SNS に投稿してください、はい、お願いします。また J リーグ公式サイト jliague.jp のお問い合わせフォームからも受け付けています。たくさんのお便りお待ちしております。あ、こぼれちゃった。